80億バンク9連敗節税。監督コーチどうするの？やめる？ヒゲが全部悪いとは言わんけど不快だから責任取ってやめろ。マース・チュワートが7回投げたし中継ぎは耐えたから収穫はあったな。監督辞めたらこの人たちのバット太くなるの？洗っちゃくらい弱いな。さっさと B クラス落ちろよ。先発のせいだけじゃないな。連敗したの打てなさすぎるよ。バッティングコーチ何やってんの？打線がひどすぎる。投手はようやってる。もう試合見なくていいよ。高校野球に切り替えたわ。誰もお茶しない。あんなんで勝てるかい。選手の復調待つしかできない。コーチしかおらんし無理。今日もさっき前忙しくて試合ほとんど見られてないんやけど結局何があかんやったん？ここ最近で言うとぶっちぎり12球団最弱だな。新庄乱入してから仲良く大型連敗しとるけど何やったんやこいつら。せっかくならロッテ超えようや。9連敗コールに生卵投げ、やることいっぱいだね。今年はソフトバンクホークス史上最低の年になりそうやね。相当な金かけてこれは B クラスになった年以上に恥ずかしすぎる。とりあえず17連敗まで行ってみよう。打線がカスすぎるし2軍連れてきた方が打てるんちゃうの。ご視聴ありがとうございました。